い、ポンちゃん。ポンちゃん、気持ちいいんですか。ポンちゃん、そこに頭乗せてるみゃん。ちょうどいいね。段差はちょうどいいね。かわいい。ジャン君がめっちゃ見とるよ。ジャン君おいで。いいのーって。ジャン君も行って撫でてもらうな。ああ、首。ポンちゃんかわいい。めっちゃかわいいね、ポンちゃん。うん。メガネすりすり。本当にいい感じだね。頭乗せるのにちょうどいいね。クシュ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 。いいね、パンチュー。今ちょっと手にじゃれようとしたけど、やめたのね。ポンちゃん、奥ゆかしいね。ねえ。ポンちゃんは絶対爪とか立てないもんね。ジャン君はあの後噛むけどね。ポンちゃんは爪も。でも甘噛みするぐらい馴染んでくれてもいいんだよ。全く噛まないよね。はい。文句はね、言うね。はい。いやーみたいなこと言うんだよね。でも全く抵抗はしません。よいしょ。じゃあ、おっとけるからね。ジャン君、ジャン君もおいで。ポンちゃんが今開けてくれたよ。はい。ジャン君。眠いか。ちゃんくん、帰れ。はい、ちゃんくん到着。Happy birthday to you はあと5日後です、ちょっと早いんですけれども、なんとこんなにいっぱいプレゼント届きました。ポンさん、ポンちゃん、ご飯中です。ポンちゃん、ありがとうって言ってる。はい、後であげるからね。またまたいつもですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こういうおやつ、これ大好きなんだよね。これさ、高級なのよ。なかなかうちは買えないのよ。あ、どうもありがとう。すごい良かったね。はい、こういうラインナップになっています。これはちょっと気になってたけど、まだ買って、これね、で、うん、買ったことなかったやつです。はい、そしてこれ好きなんだって。うん、大好きなの、これ。クリスピーキッスのグレインフリーは、ジャン君もポンちゃんも大好きですね。はい、大好きね。ポンちゃん、これも食べたことないかも。はい、これもなんか、お、かわいいパッケージが、うん、
ありがとう。そしてなんかかわいい、これはマオイママさんが喜ぶであろうと思われる、なんよく分かんなかったんだ僕は。でジップロックみたいなやつなんです。そうそう、ジッパーバッグでピュってこう、はい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 、かわいいやつ、なんていうの、いろいろ入れてね、うん、ジッパーでピッてできるやつ。しかもこれはジャン君っぽくて、これポンちゃんだね。あ、本当や、そうだね。あ、なるほど、どうもありがとう。かわいい。そしてこれ、これがね、TBS の、あ、これもうすごいね、こういうとこまで全部凝ってるね。動物スクープ100連発感動、人になった、心を開かない猫の奇跡だね。これこんなタイトルだったのかな、ちょっと忘れちゃった。そんなすごいタイトルついてたの、うん、そしてこれ画面でこういう風になってるなとは思ったのね、うんうんうん、これおっさんの足ね、おっさんの足ね、はい、はい、これたまたま知らずに見ていて、あ、ジャン君出たってうちでそんな事件になっていました。そうそう、で、録画をしていませんでしたので、うん、ありがたいです、これちょうど録画してたんでということでいただきました。どうもありがとう。ありがとうございます。すごい、はい、その他にもですね、いくつかあるんですけれども、ちょっと画面に、紹介するのははばかられるものをいただいちゃいました。ありがとう。ということでございます、ね、大丈夫ですかっていうぐらい。そうだね、本当に申し訳ないです、逆にね、うん、でも、もうポンちゃんのお誕生日ということでありがたくいただきます。そして再びハッピーバースデートゥーユー、はい、ポンちゃんにお誕生日のプレゼントいただきました。これはまた別の方からです。ありがとうございます。ふらけてみて、なんか袋にの柄がついてたね、かわいいね。みんななんか凝ってるよね。よいしょ、かわいくて美味しそうなやつ。なんか今回は揚げたことないやつ多いぞ。あ、この手も揚げたことない。この、あ、これはなんか前に1回だけいただいたことがあったかな。あのプチっていうやつね、容器がね、うん、便利なやつ、うん、これもいろんなところからいっぱい出たから ね、 ね、すごいね。はい、こんちゃん、ポンちゃん帰り、はい、ありがとうって言ってまーす、うん、ありがとうございます。あ、これもあるよ、歯磨き用のカリカリするやつね。ポンちゃんおいで、ポンちゃん、にゃんこ学園、これもおやつなんだね、うん、おやつだね、よいしょ、開けてもいい？そうそう、はい、ポンちゃんほら、ポンちゃん用のだよ。よかったね、ポンちゃん、なんかすっごい訴えてるけど、ありがとう、ありがとうって言ってんの。はい、よかったね、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。いいね、ポンちゃん。ポンちゃん、おいで。ポンちゃん、よかったね。はい。あ、こんな、お花の柄がついてたよ、これ。綺麗だった。ポンちゃん、お誕生日おめでとうって書いてあるよ。よかったね、ポンちゃん。愛されてるね、ポンちゃん。ね、ポンちゃん。お、なんかどこもかしこもにゃんこでやってたりとか、すごいね、ポンちゃん。はい、どうしたの、嬉しいね、ポンちゃん嬉しいね。お誕生、お正月の時にでもつけてみてくださいやって。なんかポンちゃんにつけて、なんだろう、なんだろうお正月っぽい、何かな、お、首輪かな。ポンちゃんにお似合いの和柄の首輪かな。え、お、かわいい、手まりみたいなやつ ね、 ね、かわいいね。ちょっと開けてみるね、柄がポンちゃんに似合いそうだよ。ポンちゃん、ほら、かわいいね、和柄のやつ。はい、じゃあそのうちつけますね。うん、じゃあよかったね。またつけたところ動画撮りましょう。はい。そして、あ、これ、ね、
バブル、あ、バス、バスボール、お風呂に入れるやつ、ね、猫が出てくるんかい、入浴剤の中から引っ掛けマスコットが出てきます。なるほど、にゃんこのマスコットが出てくるんだ。面白いものあるんだな。面白いものあるね。おまけって書いてあるよ。おまけ、あ、キノコ。あ、はい、あ、色が変わるやつだ。変わる、ね、うんうん、かわいい。ありがとうございます。キノコ好きな、まおりママさん、お喜び。お、これもだ。これもね、にゃんこが出てくるらしい、うんうん、そういうのがあるんだ ね、 なんかよくね、お子様用に昔あって、うん、なんか中からさ、好きなキャラクターみたいなのが出てくる。ちょっと、ポンちゃん追いかけよう。え、ここ、掃除機出てるよ。え、ポンちゃん、ポンちゃん、掃除機出てる。あ、喜んでるよ。ジャン君が、ジャン君がちょっとビビってる、ビビってる。あ、ポンちゃん、いいね、魚る。ほら、かわいい、この、これさ、うん、これみたい、この。あ、こういう感じにできるね。うんうん、そうそう、そういうあの、マスキングテープのちょっと変わりだね。かわいい、かわいいよ、ほらポンちゃん、はい、ポンちゃんが、ポンちゃんのお誕生日なのに私も便乗していただいてしまいました。ピアスが入ってたよ。あ、綺麗、かわいい。あ、ほら、こんなのもいただいてしまいました。漁夫のり、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポンちゃんどう？ポンちゃんにも似合いそうだよね、お花がついて。ポンちゃん、ほら、ポンちゃんのお耳に、ポンちゃん似合うよ、ほら、はい、似合う。皆さんのおかげで生きています。ありがとうございます。今日の陽気を小春日和と言うんだそうです。天気予報で知りました。この美しい雲、これを描くのなかなか大変なのよ。で、ジャン君は窓際で、窓が開いてたのね。閉めるよ。はい、失礼しました。閉められないよ。あ、そうか、うん、ジャン君大丈夫だからね。はい、このフリーズドライマグロ、カツオ、これは過去に揚げたことないそうなので、うん、揚げてみよう、うん、どっちがいいかな。あ、マグロだろうな。マグロ？いっぺんにはね、ちょっとね、あれだから。今日はじゃあこっち開けまーす。はい。よし。よし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 。あ、ちょっと待ってね、お皿持ってくる。はい。ジャン君、ポンちゃん、いらっしゃい。あ、来た。ジャン君来た。早いね。あ、ポンちゃんも来た。はい、ポンちゃんも来た。早いね。君たちすぐわかるんだね。さっきだって欲しそうだったもんね。はーい。お、ゴロッと出るね。お、こんなもの、こんな大きさでいいのかな。あ、2個出ちゃった。ちょっと食べてみる。あの、細かくしなくて平気かな。ちょっと焼けてみようか。あ、あ、すごい柔らかかった。そう、じゃあちょっと、はい、すごいね、チキン以外のフリーズドライ食べたことないのよね。暗くてよく見えません。本当だね、なんかうちの電気暗くなった気がするんだけど。あ、これが一番カリッと思うよ。あ、ジャン君、まあ、食べてる。ポンちゃん、あんまり上手じゃない感じがするけど。ポンちゃんはね、少し上手じゃないんだ、食べ物。あ、ポンちゃん落としたやつ、じゃあ、ポンちゃん。ポンちゃん、カリカリもね、あそこでよく落としてね、落ちたやつ食べたりとかしてる。ね、ポンちゃん。ちょっとね。はい、
食いつきでいいです。おいしい、ポンちゃん。ガンガン食ってます。でもポンちゃんはこんな食い方になっちゃってます。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、だいぶこぼしましたけど。だって崩してそこから食べたね。そっか、ちっちゃくしてね。ポンちゃんには崩してあげようか。そうだね、お上品なのね、ポンちゃんね。うひゃってなってる。いいね、ポンちゃん。はい、大成功。ありがとうございます。フリーズドライマグロ。マグロ、これは大好きでした。おいしくいただいてます。今日の実験終了。はい、次の実験はデンタルケアか皮膚の中。傷は良くなるやつだっけ。どっちがいい、ポンちゃん。ポンちゃん、どっちがいいでちか。じゃあ、ケズヤにしてみよう。ケズヤにする？ツルンツルンになったの。もうツルツル、もっとツルツルなる？うん。いいね、ポンちゃん。ツルツルになるね。あ、逃げた。なんでやねん。ポンちゃん、何食べたいって。ポンちゃん、おいで。これに、これに乗ってたんだよ。これが食べたいって。これが私のっていう感じで乗ってたのに。ポンちゃん、おいで。ポンちゃん。あら、ジャン君も。ジャン君、おいで。ジャン君。おいで。ポンちゃんがね、これがいいって言うから、ポンちゃん、ジャンクにもあげるよ。あ、意外と小粒で、いい感じ。ポンちゃん、ジャンクン。こんなもんかな。はい、来ました。はい、ちょっとここら辺、まだ物がたくさんあって。ポンちゃん、はい。ポンちゃん、どうぞ。普通に食べております。どうぞ。ポンちゃん好き？ジャン君も好き？あ、ツルツルだったね。急に？はい。おいしいね。もっと食べたい？吐かなければあげますよ。じゃあもうちょっとだけあげようかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ポンちゃんまだ食べてる。ポンちゃん、ポンちゃん見えてる？うん、一応ね。はい、大成功。美味しそうです。